スタートしました少しバラッとした。た少とスタート。まずはスタンド前気合いをつけて2番バナマン・デソーロしかしかわして14番ブルーサンが出ていきます早くもリードを2馬身ほど2番手は16番ダノンスイッチそして内10番、北のソワレが3番手前から4投目上がっていこうという15番ミッキー・ファイトそして13番ブレード・サクセスあとは2馬身離れて7番セントラル・バレーと8番のエンブレム・ボム中段前で第1コーナーを回っていきます 1>, 1コーナーから2コーナーペースを握ったのは14番ブルーサンです今日も行きますリードは2馬身ほど2番手16番ダノンスイッチ3番手内10番北のソワレ2コーナーからまもなく向こう上面ダランデイク15番ミッキー・ファイト3番手に浮上で向こう上面です馬群の中は13番ブレードサックスです。あとは2馬身離れて8番エンブレームボム2馬身差7番セントラルバレー1馬身半後方 2番バナマンテソーロ並んで5番ヘブンリーハンド1馬身後ろ11番ルルディルッカさらには1番メイプルタピット2馬身差6番のベルフィーヌです最初の 1000m は1分2秒0の通過後方には9番のロードブレイズさらには12番アースイオス2馬身離れて3番のアルデルオーモ最後方大きく遅れて4番スノーライトニングです3コーナーから4コーナー前は14番ブルーサンです リードは1バシンキープさあこれから残り400の標識2番手は16番ダノンスイッチでさあ第4コーナーを回ります外3番手が15番ミッキーファイトさあ4コーナーから直線コース前は14番ブルーサン、また突き放して2馬身リードしかし差を詰めていった15番ミッキーファイト2番手に上がって200を切った3番手は16番ダノンスイッチそして13番ブレードサルセス後方からは1番メイプル・タピットも追い込んでくるが先頭を抜けました15番のミッキーファイト4馬身 独走合理2着は14番ブルーサン3着最後激戦1番メイプルタピット9番ロードブレイズそして16番ダノンスイッチ